はい、こんばんは。パーツ柴とエココルールド、ド東東京。京、イエーイ、イエーイ。僕はそんなテンションにはなれず疲れ切っておりますけれどもね。みんな疲れてるよね。なんつったって、10時から1011時時、入りだったんで、今9時9で時す。間ですか。11時間、11時間11、やっあ、て9ま時間す。じゃない、11時間やってまして、うち休憩はでも1時間、1時間ぐらいは取れま1し時間た。は取りましたね。はい。労働基準法というものがございますからね。1時間半は取りましたかね。ぐらいは取りました。ヘロヘロです。まあですが、まあ、こんだけやってるだけあっていいよね。もう練りに練り込んで、練り練りですよ。練り練りな作品でございますけど、コメディーが多くなったかな。なんかやっぱりこうどんどんこう楽しんでいただきたい、そしてこう、予想だにしない展開っていうのかな、みたいな感じでね、作っておりますけれども、まあどうですか、感じ的には手応えを。ああ、もういいんじゃないでしょうか。手応え、この2人、かわいいね。かわいいね、2人ね。いい感じ？いい感じだと思います。何演目ぐらいこう好きなのある？基本的に何演目あるんだっけ、まず。まあ言ってもいいよ、全然。結構10ぐらいあるいっかな。ぱいあるね。天の声さんが一番分かってるんじゃない？13ですね。13 ある。13演目ですよ。さすが。で、まあ、天の声のさんって角ちゃんでございますけどね。何？でもネタバレしたら怖いから、内容はやめとく。どれが好きとか聞きそうになっちゃった。何円分か、なんかどんな感じ？なんかジタ主演の人がすごいジタバタしてるのが好きですね。ジタバタしてるのがありますね。まあそうだね、確かに。なんか割と前半というか、今まで、前回の稽古ぐらいまでは結構すごい幻想的で、すごくなんか、なんていうの、僕もなんかちょっと気取ってる感じの先もあったんだけど、ゼロになりました。泉どうですか？なんかそうですね、そのバタバタする感じもそうだし、こう途中でまったりする感じあもるね。いい、あれもすごい好きですそうね。ね、そうね。じゃあさくらは？そうですね、難しいな。体勢がきついからね、でもね、2人ともそうなんです、中腰いや、なんでもうす、ちょっ今。と立ち上がったっていいじゃん、別に。だいたい普通立ち上がったら多分オリーブさんが消えます。いいよ、立いいよ、いいよ、いいてよ。もらっておきようかな。で、ほら、みんな入るでしょ、さくら。私は皆さんがジタバタしてる作品が好きです。なんかジタバタばっかりしてる感じで、ね。じゃあカレンは？バレないぐらい。今日はもうカレンは疲れてるから言葉も出ないぐらいヘトヘトですけど、ね、さっきよろけてましたからね。結構頑張ってるよね。まあ7月の17ですけれどもね、1ヶ月も切って、もうでも20日ぐらいしかないんじゃない、もしかして。ね、いやだからね、まあ、正直なところほぼほぼ仕上がってはいるんですけど、でももっとこうなんか演出つけようかなと思ってます。なんかふんわり、これはいいねではなく、うわーっていうのを我々も作りながらやりたいなと思ってるんで、まだまだこう日にちはあるんで、より良い、素敵な舞台にしたいなって思っております。まあぜひね、まあ6名、今回6名でやるんでね、面白いですよ。まあ、いろんな表現をね、したいと思ってますので、皆さんぜひ7月の17日土曜日、プークー人形劇場にね、見に来てくれたら嬉しいです。来てというわけね。で、皆さん来てね。来てファイナルファンタジスねー。タ待ってまーす。